ルカ・ジンガルッティは、イタリアの俳優、声優。本国イタリアでは、作家、アンドレア・カミレイリの推理小説、モンタルバーの警部シリーズを原作とし、1999年から放送されている、人気テレビシリーズ、モンタルバーのシチリアの人情刑事の主演俳優として知られる。大学で、心理学を学んでいたが、その道を諦め、1982年に、 シルビオ・ダミーコ国立演劇芸術アカデミーに入学して演技を学ぶ。卒業後は舞台俳優としてキャリアを積み、1987年に映画リ・オッケリー,ー・道路でスクリーンデビューする。2003年のアニメーション映画ファインディング・ニモのイタリア語吹き替え版で主人公・マーリンの声を担当し、第59回ナストロ・ダルジェント賞の吹き替え賞を受賞。 2010年の映画、我らの生活と、イル・フェリピュ・ピッコロの演技により、第65回、ナストロ・ダルジェント賞で、助演男優勝を受賞。政治家、ニコラ・ジンガレッティは弟。最初の妻は、脚本家、スーゾ・チェッキ・ダミーコの孫で、作家で、ジャーナリストのマルゲリータ・ダミーコである。マルゲリータとは2004年に別居し、その後離婚している。 二番目の妻で女優のルイーザ・ラニエルとは2005年のテレビミニシリーズタイドクパルチザン戦線1943ナチス包囲の島での共演がきっかけで出会い2012年に正式に結婚した二人の間には2011年に娘エマが生まれているありがとうございます